こんばんは、あいかです。今日は iHerb37 回目のお買い物したアイテムを開封していきたいと思います。届いたのがこちらです。はい、今回はこれくらいの箱で届きました。この37回目のお買い物の内容なんですけれども、以前ですねコスメキッチンで購入したというジョバンニのアイテムを使い切りでご紹介したかと思うんですが、ジョバンニですね、実はiHerbの方にも取り扱いがあるということをですねコメントで教えていただきまして、早速検索してみました。そしたらですね、なんか以前も取り扱いがあって、一時ですねちょっと取り扱いがなかった、最近復活したみたいな感じらしくてですね、私がチェックした時にはもうかなりのものが在庫切れになっていました。なので今回は在庫があるアイテムの中でできるだけね香りをバラバラのものを注文してみました。今回もこんな感じで緩衝材入っています。で中身こんな感じです。じゃあ早速ですね一つずつ見ていきたいと思います。こちらポンプのところちゃんとセロテープで留めてくれています。こんな感じです。ジョバンニ2シック極上の水分補給ボディーローション、ブラックベリーとココナッツミルク 250ml です。ちょっと品名のところはですね iHerb で日本語表示にした時に出ている名前なので、もしかしたら日本でね取り扱いのあるお店とかでは品名が異なるかもしれません。今気がついたんですけど、セロテープ剥がしたらねここのロゴが剥げました。中身はねこんな感じです。で香りなんですけども、ついた、なんかねブラックベリーは分かんないですね。ココナッツミルク、うん、もう完全にココナッツミルクの香りに感じます。なのでね甘い香りがとね酔いそうっていう方はこれ無理だと思います。そのまま嗅ぐよりは少し伸ばした方がちょっと香りがこうまろやかになりますね。そのまま香るとココナッツミルクの缶とかこうパックをですね開けた時の香りって感じで、ちょっとこう伸ばすとシアバターっぽい香りになるような気がします。こう全身に伸ばしてしまえばそんなにこう香りは強くないかなという印象です。そんな感じはベタベタしないですね。どちらかというとこうしっとりしてこう肌に吸い付くような感触になります。オイルっぽいスルスルした感じは手に残ってるように思います。私夏は結構ココナッツミルクの香り好きなので、ちょっとハワイっぽいじゃないですか、うん、私は問題なく使えるかなと思います。まあ、今使っているボディミルクがラデュレの紅茶の香りなので、また全然系統が違うので気分で使い分けたいなと思います。じゃあ次2つ目ですね。こんな感じでジップロックに入っていました。結構ねこの口のセロテープが頑丈に貼られていたので開封するのにちょっと手間取ってしまいました。こちらはジョバンニ2シックウルトラボリュームシャンプー腰のない細い髪用タンジェリン&パパイヤバター 250ml です。 iHerb のジョバンニなんですけど、かなり在庫切れしていた中でも特にねシャンプーとあとコンディショナーは全然在庫がなくって、こちらもねシャンプーはどうにかこれを確保できたんですが、コンディショナーはもうね全種類なかったのでとりあえずこちらだけ注文しました。で最近になって在庫が復活しているというふうにツイッターで教えていただいたのですぐチェックしまして、そしたらこちらのねコンディショナーも在庫があったので、また追加でオーダーしたので、それね届き次第これは一緒に使っていきたいなと思っています。なのでちょっと先に香りだけチェックしたいと思います。嗅ぐとその柑橘っぽい感じの、これもタンジェリンだなっていう香りがするんですが、その柑橘らしい尖った感じっていうのかな、そういうのがなくって香りのこう跡が丸い感じがするんですよね。多分これがパパイヤバターなのかなとちょっと思いました。シャンプーなので手につけてもあれなんですけど、こんな感じのゆるいシャンプーです。うん、でもシャンプーの香りの強さとしてはそんなにめちゃくちゃ強くもないかなと思います。このシャンプーテクスチャーが結構緩いので、ちょっとねチューブだと垂れるかなっていう気はしました。なのでこう出す時にねこうドロって出てしまわないように気をつけて使いたいと思います。で次3つ目ですね、こちらです。なんかこれだけはむき出しのまま入ってました。ジョバンニ2シックウルトラモイストデュアルアクション保護リーブインスプレーアボカド&オリーブオイル 118ml。キャップを外してこんな感じのスプレーになっています。多分これはアウトバスのトリートメントだと思うんですけれども、あんまりよく分からずに注文しました。ちょっとつけてみます。あ、出ない。
今3つ目にこれ開封しましたけど、これが一番香りは弱いなと思います。アボカドとオリーブオイルなのでそんなにこう癖のある香りではないだろうなと思ってたんですけど、どの香りもこのシリーズでシャンプーとかねトリートメント全部出てるんですよ。なのであんまり香りが強くないやつで揃えたいなっていう方はこのアボカド&オリーブオイルのシリーズがいいんじゃないかなと思いました。これまあちょっと今紙につけてみたんですけど、使い方ちゃんと調べてみたいと思います。ちなみにこれリキッドっぽいのもあったんですけど、なんか私紙につけるのはスプレーの方が使いやすいかなと思ってこちらにしてみました。なのでね、これが良かったらまあリキッドの方、リキッドジェルかな、もう一個の方も試してみようかなと思います。で4つ目ですね、こちらです。これもこんなジップロックに入っています。はい、出ました。ジョバンニ2シック極上ボディウォッシュ桜とバラの花びら 310ml。 これはですね、私あんまり桜の香りって得意じゃないんですけど、まあバラとね混ざっているということなので試しに買ってみました。で、この蓋のところをこう横にパチって押すとこっちからね注ぎ口が出るタイプなんですが、今見たらねちょっとね詰まってるんですよ、この目のところに。まあ別にフケは全然使えるんですけど、なんかこういうのが日本だとあんまりないかなとは思いました。ちょっと出してみます。なんか桜にもバラにも感じない。なんだろう、フローラル系の香りだとは思うんですけど、何の香りかと言われたらこれ桜とバラって言われずにこれ嗅いだら全然何の香りか分かんないですね。なんか嫌いじゃないんですけども、ひょっとしたらその芳香剤っぽい香りに感じる人もいるかもしれないです。見た目はこんな感じです。なんかこうシャンプーとかによくあるようなちょっとこうパールっぽいこうテラっとした感じの輝きのあるこんな色合いになっています。シャンプーよりこのボディウォッシュの方がテクスチャーも硬いですね。私桜の桜餅っぽい、わかりますかね、ちょっと桜の葉っぱの塩漬けみたいなあの匂いが嫌いで、桜の香りって言われるとなんかああいう系統の香りが多い気がするんですよ。なのでちょっとそういうのだったら嫌だなっていうのは思ってたんですが、全然予想してたのと違う香りでした。好きか嫌いかって言われると嫌いじゃないんですけど、そこまで好きな香りでもないって感じですね。でバラっぽさを感じないので、ちょっとこの中の香りとしては一番微妙かなと思います。香りの強さはやっぱりこのココナッツが強くって、これとこれが同じぐらいの香りの強さかなと思います。でも結局なんか匂いのしないこれがやっぱ一番使いやすい、このアボカドのやつが一番その使いやすい香りな気はしました。はい、でちなみにこのジョバンニなんですけども、どれもだいたい800円ちょいぐらいの確かお値段だったと思います。なので、国内で購入するよりは多分安いんじゃないかなと思います。買ったことがないのでわからないんですけれども、なのでこれ4つ買って3000円ちょっとぐらいだったので、かなりお得に買えたんじゃないかなと思います。あとそれぞれ1個ずつのね、なんかこうしばらく使った使用感とかまたブログの方にあげようかなと思っているんですけれども、ジョバンニのアイテムそんなにこうね買えるところも多くないと思うので、もしネットでお安く探されている方はね、アイハーブすぐ在庫切れしちゃうんですけど、通知希望とかね押しておけばメールが確か届くはずなので、そういうので再入荷を狙ってみてください。というわけで今回はアイハーブ37回目のお買い物、ジョバンニのアイテムをご紹介しました。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。アイカでした。